ました。はい、はい、チーム紹介して。チーム紹介お願いします、三橋さん。はい、2位ぐらいですよね、これ多分。はい、実況は池尻さんで、実況は三笠翔平、三方丹でお送りします。はい、こっち来て三笠さん、右側、早くチーム紹介チーム紹介を三笠さんがやってくれます。はい、はい、サーブ打つ人入ってる。もう何してるんですか、一人で。三方丹は変態です。M です。じゃあ、ともやはね、三笠さんと会った時の第一印象を言ってみて、これ大丈夫って。この多分このチームしか見らんけん、このね。いや、胸筋がすごい人だな。おっぱい大好き成人やけんね。あ、そういうこと言ったっけ、ミスしたやん。ほらほらほら、じゃあ、はい、チーム紹介、チーム紹介、チーム紹介です。はい、レフトはトモヤ。レフトは、うん、ケミさんです。本名わかる。本名はわかりません。じゃあ、まあいいよ、長そうそこは。はい、はい、ライトは、ライトは平山さんです。本名わかる。わかりません。あ、と1個入った。うわ、入った入った。で、レフトバックは分かりません。あ、そっか、頑張って。はい、じゃあ、どんな感じ。なんとも、なんとも思うだろう。え、聞いたことありますかね。鹿児島市だよ、レフトバックは。あ、そっか。おい、え、千尋さんは違う。なんか、じゃなくて、じゃなくて、吉江さんでもなくて、ヨッピやん、ヨッピの試合行こう。リエさん、リエさん、リエさん、そう、リエさんです。あー、ボール、そう、はい、リエさんは M の、まあ、M3 の、M3、イカさんの1個上の台です。はい、はい、で、ライトバックがヤギ。ライトバックなんていう名前とも予想でいいよ。ヤギ、予想して。聞いたことあります。はい、上の名前は、いや、一番わかんない。一番わかんない。上の名前は前方、前方さん。前方さん、下の名前、下の名前なんですか。予想してた。こういう名前だったらいいなっていう、うん、こういう名前であってほしいって。何でもいいよ、しおりとか。おー、結構近かった。しおり好きなの。しおりって名前、いや、なんとなく。え、しおりさんって言いませんでした。いるいる。来週の大会来るよ。何ですか。この台のバック2人の台の、ああ、綺麗な綺麗な可愛いしおりさんがね。うん、何ですか。本当本当。でも何かの大会来てましたよね。あ、今年来てないか。開幕戦、開幕戦来たかも。試合が始まりますので、前勝さんです。ライトバック、はい、リエさんと同じ台。相手清美さんや。本当だ。あの人の白の先輩。向こうのレフトバック。レフトバックです、うん、俺が1年の時の4年生。おお、大先輩。大先輩。三笠さんの好きな人。なんなんちゃん、憧れの先輩ですか。困ったね。憧れの先輩。困ってないですよ、全然。ほら、三笠さんがそういうこと言うから。全然試合のこと言ってないよ。三笠さんの憧れの先輩だそうです。絶対清美さん見らんけん、これ。平山、ナイスサーブ。はい、さっきの解説し、三笠さん。平山が、緑姉さんの結局の下の名前は、緑姉さん、緑、ああ、なんか緑方さんの名前。しおりは超惜しい。一文字違うとかった。お、いいとこ行ったね。香り惜しい。香り正解。サオリさんです。サオリンって呼んでやって。わかりました。あくびし始めた。あ？ミカスさんはサオリが大好きです。ミカスさんはサオリンさんが大好きです。もう飛んぼ来た。見らんけど。別にサオリさん。なんかそう。サオリって言うの？そう、サオリって言うの。顔に似合わない。はい、すいませんでした。ああ、今のは問題発言。問題じゃないですよ。緑っていう名前が似合います。うえい。今のはどうでした、三笠さん。面白いじゃない。面白い。あ、今のスパイク。スパイクは面白いですか。緑さん。さっきこのチームサーブで21対0で勝ちました。本当に。いい情報、そういう情報大事。どういう試合やった、それって。はい。さすがですね、前川さん。安定感がありますね、前川さん。そうです。
あ、ちなみに、あ、そっか、東海大学の先輩、でも先輩、ごめんね、旧大だったね。アウト。はい、あ、ごめん、ありがとう。マイカちゃんの黄金の右手が多分勝ってるかな。勝ってますか。コボ君が見に来た。同点です。同点、意外と同点です。今日の天候を言ってくださいと思います。晴れ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 じゃないです。雨時々曇りです。ムカスさんは、ムカスさんの心の心の天気は曇り。あれ、これ毎日晴れてるよ。いや、そういうのいいです。ムカスさんらしいです、お、なんかいいことあった。じゃあ毎日いいことですよ。例えば、例えば今日も勝てたし、昨日は一覧行けたし。あれ良かったね。一覧行きたい。え、花火大会。あ、これバイトしてたよ。9時間ぐらい。いいと思いながら。いいな。やばい、これ全部なんか愚痴っぽく入っちゃったね。楽しかったですバイト。さきとか来てくれたよ。あの藤野のさきとかさやかも来た。そうそう、浴衣で来たのか。花火行ったんだろうな。え、家から。なんかバイトしたらいいよ。花火大会行けるんかな今年。ボロボロ花火やるもんね。俺これあまり俺が持って帰ってるから。ありがとうございます。ああいう時はいなかった。死んでて。そんなにヤバかった。ガチャッと開けたから一本だけ線香花火をして。あー、勝負ね。はい、それをして、その後はなんかそっからも稲葉さんに行って、それはな、電池に入れて、おぉ意外にあれ余って、半分以上余った。いやじゅうっすね。結構俺やった記憶あるんよ。なぜ5個ぐらい連続でつけたけど、結構量があったみたい。6時半まで歌いっぱなしでした。バシャーって生き地獄でした。どこでやる。それでは宮崎に車出してもらって、昨日はやばかったけど、今日はもうだいぶなるほど。ラグビーも完璧に。あれね、俺、いろいろ鉄板焼きとかよくない。宮崎牛的なやつのなんかいろいろ見よったら、焼肉鉄板焼き的なあれや、前で一軒とか、まあそれ個室とかもいいけど、俺の一個上一緒にありです。うん、それありです。いつも焼肉、まあ焼肉もいいんやけど、まあ見てたら鉄板焼きみたいなやつあったけん、ステーキなと思って。いけないような。結構高かった。5000円超えてたから、ただ2万円はいくから、まあ本当すごいとこ行くんやなと思いながら見てた。けまあいろいろ見てみる。早いわ。せっかくだからね、いけない男にね優勝したしね。はい、おかげさまで。いやいや、みんなのからもちょっとこういい格好して、なんかりょうかさんがバイトしてたような感じで、ダイみたいな感じの。いや、思っとったけど言わんかった。めっちゃハゲてる。でも、すごく、うん、超ハゲてますね。松中、松中が、俺一回だけ行ったんよ、りょうかさんがバイト辞めるまでコースにしてもらって、なんかもう海鮮とかも最初出てくるもん。ホタテのなんか、炙り焼き的なやつも出てきて、そのメインは肉なんやけど、すごかった。こんな感じのイメージ。行ってみよう。うん、さあ、そっか、焼肉とか見てみていいのがあれば。なんかみんなで OK。 一応予定は来週だった。リエさんとかも使うけど、あの、ありがとうございます。え、参加ボーチャーに行ってみる。あ、うん、それ使えるかも。じゃあその練習とかに使えるか。うん、こちらもです。3年後じゃないですか。今も実際に弱い。ともみも潰すって言ったら誰か。じゃあ、ともみとセットンと誰かが一緒に飲むとか。そんな感じ。うまいだろうね。こっち側が一緒に飲む。さっき負けてしまったから、一度めっちゃ強いとこと思って。自分負けたけん。ああ。次で勝たないといけないですね。近くで。一緒に勝てたのに。カジナルの最近。あ、さっきのとこに。本当よ。え、もう何、もう試合、2試合、3試合。相手が、さっきのとこを。分からんけど、21試合目はい、強い。さっきのとこって高校生のとこ20点4で勝ってるな。結構かなり強くない。あんだけちゃんとしとったとこなのに。うえー、なんていうとこ。お前な、ね、いいって言ったらビーチならお前の方が来とるはずやから。
向こうに向けた。行けましたあ、そっちから喋ってなかったはいごめんね、勝ちました。負けました。負けました。負けました。ちょっと嬉しい。ごめんなさい。ライチビーみたいな。これ次ネクストファイターです。